どんなんか困ってます。どこで、あれ、あれいつも通りやってるんですけど、いつもの私思い出して、どうしてたの、どうしてたんですか。コメントが読めないぞこれだと。どうしようどうしよう。ちょっとだけ考えさせてください。ですね、なんかボタンがあったんだけど、なんでないんだろう。なんかやっちゃったかな、私。カラオケじゃないし、投票じゃない、テロップシェアしかないぞ。もう、どうしたどうした、どこ行った、おー、どこ行ったんだ。ちょっと待って、コメントが読めないぞこのままじゃ。本当に一人で喋るのは寂しい。 当たり前だけど。あれ本当にないな。ちょっとゆかさん、ゆかさん、ゆかさん、やばい、全然分からんぞ。いつもなんかナチュラルにね、この私から見て右側の右上のところにコメントがスッて出てくるのが、それがね、ない、今。でも私はさっき誰かね、コメントをしてくれてるのを見逃さなかったんだよ。だからね、困ってます。 ちょっと待って、なんでだろう。開き直すしかない、安く。そうなんですか？それはちょっと嫌ですね。だって、一回切るのは嫌だね。今見れたのは見えました。フェリカさんが一人で、独り言配信頑張って、笑いみたいな言ってくれたの見えたけど、それはね、この皆さんのアバターがシュッて喋ってくれたのを今ユスが見逃さなかったから、今喋れただけで。困りました。ショールームの神様は意地悪だ、本当に。ちょっと一回画面を切り替えて。どうしたの？どうしたの？一回ラジオにしてみていいですか？なんか慣れないんだよね。はい。からの からの、おい、からの、どうした？ 何が起こった？ むせてきた。見逃さない配信しかないかな。さて、あ、待って待って、こちらの画面は、画面タッチでコメント表示の有無が、あ、消えちゃった。確かに、そうですよね。てか、普通にね、ジュースもそうだと思っていたのになぜだろう。さあ、通常配信に戻します。はい、私は映りました。もう、テロップ？いや、そんなわけないよね。テロップ、シェア、投票、連携しかない、今、ボタンが。はて、ショールーム、ああ、見えなかった。のりおさんが今言ったセリフ。やばい、絶対に見逃せない配信になっちゃう。ちょっとこれ、切れないからね、切っちゃうとちょっと、何かとちょっと、あれですよね、きっと。今ちょっと私もね、イベント中だからちょっとこう、慎重に生きてるんですけど。絶対見逃さないで、じゃあ。まあ、戻る策をちょっと頭の中で、ちょっと探しながら、見逃さないようにこう、みんなの顔をちょっとこうやってずっとこうやって見て過ごそうと思います。こんばんは。あ、ひでぼうさん、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんだ、かわいい。あ、切れてる。ひでぼうさん。わ、なら、かわいい。動体視力が試されますね。フェリカさん、ありがとうございます。一旦切っても同じ配信に入るだけ。そうなんですか、ビービーさん。でも、これってなんか、そういうもんなの？でも、どうなんだろう。いいのかな？だって、みんながまたこの配信戻ってくれるという保証があるのか。開き直しましょう。開き直すってどういう感じ？お、こんばんは。あ、はちみつりさん、こんばんは。ありがとうございます。すごい早口になるんですけど、消えるから。ちょっと、本当にな、なんなん、なんなん、本当どうしたらいいんだろう。縦配信にした方がいいのかな？あ、じゃあちょっと縦配信にしてみていいですか？世界が縦に変わりますよ、一瞬。いや、ちょっと、危ないかな。キマさん、あとミンニャンさん、ミンニャンさん、あ、あ、早い。
閉じて開く、閉じて開く、閉じて開いて、これみんな戻ってこれるんですか、絶対ですか。こんばんは、ゆすです。あ、みやぼうさんありがとうございます。絶対とりあえず欲しい分投げますね。あ、みやさんありがとうございます。分投げてください。なんかそれで戻ってこれるという保証があるのであれば、戻ってこれるのかな。大丈夫ですか、本当に。ハロー、ハロー、あ、はちみつにハロー、ありがとう。アクセスが集中する時間だれだった、通常上心でとか、聞いて、閉じて、ラジオ、体操。あ、開いて閉じて、ラジオ体操。なるほど。なんかいろいろあるんですね、きっと。聞けば、開けば通知が来るから大丈夫。しかもなんかちっちゃい画面の中で、すごい、この一瞬のこの輝きを、このね、コメントをね、見る。他の人もコメントなくなってたりするかも。あ、ウィニーさんありがとうございます。なるほど、そういうの大変だから、もうちょっとなんか早口になるから、とりあえずちょっと一回、ライブ終了していいってことですか、これって。絶対だね。まあでもそっか、別に例えばなんかこの配信切ったらなんか全てが終わる世界だったらやばいけども、じゃあ今カウントしてくださってる方のカウント終わったりとか、なんかそんな感じのタイミングがいいですよね。せっかく今カウントしてくださってるから。なんかすごい、ユスまで早口になる。みたいな。すごい今、こう、全員の顔こんなにアバターで見てるの初めてなんですよね。すごい、ちっちゃく揺れてるみんな。右左、右左。ありがとうございます。私もう揺れとこう。なんかこういう日もねあるんだなって思ったので、ちょっとすごい、あー、なるほどなるほど。でも一旦ちょっとなんかまあ入り直してみてね、なんかね、もうそういうこともあるんだね。しゅん、なんとか、あ、揺れる意味、あ、そうそう、ちょっと揺れるとさ、みんなのアバターが揺れる場合、そうするとさ、揺れると、頭の上にコメントがあるから、それが、隣の人に、こう、なんかさ、被さる瞬間があるのね。そうすると、なんか、みたいな。あ、見逃したみたくなるから、ちょっとすごい面白く世話しないですけど。せっかく聞いてくれてる方々にすっごい申し訳ないんですけども、今他の配信者見てるけど問題ないみたい。リニーさんありがとうございます。なんかあれですね。一回ちょっと、もう一回入ってみるか。したらその時に縦配信にしてみます。そしたらなんか多分また変わるから、状況が。じゃあ、なんか、そうだね。今、ね、ほんと、ね、投げて、せっかく投げてくださってるのになんか、ちょっとなんか一回切るかなと思います。開始早々なんか不思議な展開になっちゃったけど、まあでもね、ちょっとそういう時もあるんですよ。そんな毎日順調にはいかないし、まあ順調にいかないことはね、毎日何かしらあって、私さっき急いでなんかルームウェアに着替えたんですね。そしたら、あ、星投げくれました。みなさんありがとうございます。まあそしたらですね、ぶった切っちゃったというか、なんかブシッってなっちゃって、足を入れるとこ間違っちゃって、うわっってなっちゃって、間違ったわけじゃないんですけど、伸ばすとこ間違えたっていうか、でちょっと破けちゃったりするから、一回ね、まあそういうこともあるんだなってことで、ちょっと一旦切ってみようかな。終了？切り替えないならカウントも星投げもしますね。切り替えようかなって思います。ちょっとタイミングを見て。あ、でもありがとうございます。今はちょっと切り替えのまま。なんかすごい、すごいね、こんなに集中して見てるよ、みんなのこと。今誰がなんか何してるかすっごいわかる。お腹すいた。あ、フォロンさんじゃん。フォロンさんすごい個性的なアバターで可愛い。なんかありがとうございます。お腹すいたんですよ。そう、その話もしようと思って。むせるわ。
ああ、そうなんですよね。私はね、さっきね、お腹空きすぎてどうにかなりそうだったから食料をゲットしました。そうなんですよ。まあ今朝早起きだったからね、余計パワーをね使ったのかもしれない、もしかしたら。いやー、これこういうことあるんだな、なんか。どうしちゃったんだろうね。全コメントにリプしなくていいから、ある意味、なんて書いてあるの？楽じゃない？そんなことないですよ。そんなことはまずないですけど、すごい面白いけど、めっちゃ見てる。あ、今カウントしたね、みたいな。まあなんかそんなこともあるけど。まあちょっとでも今後横配信ができなくなっちゃったらすごく困るんです、個人的に。なぜなら横の方が私は見やすいから。みんなのあれが。なんていうか、なんて言ったらいいんだろうな。横の方が、なんか、まあ、ショールームってもともとこう横が主流じゃないですか。見逃してもいい、分けてきていいよ。あ、なるほど、そういうことね。みんな、まあ確かに、まあまあ、だって私今コメント見れなくて、つって。なんか理由わかんないんだけど、みんなのコメント何も見れないんだよねって言って、言い逃れをする。できる、できちゃう、できちゃう。でも私、ちょっとマイペースだから、ちょっとね、困るね。目乾いてきたもん、こうやって。じって見てたら。まぶたき厳禁。ああ、非常に不便だ。じゃ、あれですね、本当にさ。終了って押していいんだよね。まあでもそうしない限り、一回更新もへったくれもないから、そうなる。まあね。シュン。シュンとか言って。ああ、今日土曜日だもんな。土曜日。とりあえず一旦切ろう。とりあえずそうですね。今、応援してくださっている方が、文字の早読みが成長したりして、あ、確かに成長するかもしれない。ね、でもみんな星とカウントありがとうございます。そうですね。そしたら、あと10秒ぐらいで、10秒ぐらいで 一旦ちょっと退出というかして、でもなんか確実にみんなが戻ってきてくれることを信じて、人を信じて頑張ってみたいと思います。さあ、 まあ、キリがいいから、45分だから。なので、見えないのか、そう、小宮くじさん、でも見えてるよ。ちっちゃくはね。ご迷惑をおかけするんですが、あと10秒で切りたいと思います。45分になるから。はい、じゃあ1回切りま、1回目の勝負で、両方いつも通り、いけました。めっちゃ怖かった、今。どうしたんだろうね。おかえり、イエーイ。アバターが今度はないのか、黒いのか、S のか、通信制限？私、通信制限ないですね、基本的には。はちみつ兄さん、こんばんは。ありがとうございます。みやこさん、頑張ってください。ね、頑張ります。私の携帯が。よかったー。ほっと一安心。今少し固まってたよ。まあ、なんかなんでしょうかね。ここめっちゃ電波今いいからな、なんか。なんだろう。あれかね？あれじゃないかな？多分ね。うん、でもこの間やったんだけど、やったっていうか常日やってるけど、なんだっけ、更新みたいなやつ、アップデートか。ですかね。なんかそういう系かな。あ、ジェイさん、こんばんは、ユス。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、まあ、とか言って、まあ、気を取り直して。ちょっとあと30分切っちゃってるんですけど、あと、27分ぐらい。よろしくお願いします。
48グループが配信してるからとか、そんな絶対関係ない気がするけど、そうなのかな。あ、なんかすごい強めんがいっぱい配信してたら、ちょっとね、なんだろう、サーバー、わーってなって、わーって感じかな。ジェイさんかわいい。ありがとうございます。嬉しいです。あ、はちみつ兄さん、はちみつハート、ありがとうございます。わー。やわーってことでですね、皆さん、先ほどは、歌わないカラオケでの配信、まあちょっと単純に移動が間に合わなかったっていう理由なんですけども、で、ただ喋る、しかも真っ暗な、結構暗かった配信にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。あの後ですね、私、その電池もなかったって言った場合、したら、はちみつ兄さん、はちみつだるまありがとうございます。わーい。いや、ですね、なんか予告的にちょっとやばいかなと思って、その電池でね、途中でね、ブチって切れたら一番感じ悪くて、みんながね、寂しい、悲しい思いするじゃないですか。ね。なんか。だから、最後一応、すいません、ちょっともう切れそうで、ちょっと事情を説明させてもらって、で、ちょっと切りますねって言って切ったんですよ、私、自分の指で。その瞬間、切った瞬間に、もう携帯が、はぁ、みたいな、もう、さよなら、みたいな感じで、真っ暗になって、切れたんですね、電池がね。なんかすごい携帯との息がバッチリ合ってました。ああと思って、セーフオブセーフでした。で、携帯も気を張っていたのでしょう。あ、みやもんさん、3週と50ユスちゃんお届けしましたということで、ありがとうございます。来てくださってすっごくありがたい、嬉しいです。最後の力でしたね。そうそうそう、互いになんかこう示し合わせてたの、携帯と私と。そう、もう54321みたいな感じでだったんですよ。だからね、そういうことあるんだなと思って。 ジャストタイミングでしたねってことで、すっごいジャストタイミング、あと1秒遅かったらどうなってたことやらみたいな、そんな気もしますけれども、はい。いやー、それにしても、私は実は今日ライブだったんですけど、朝ライブの時行って、まあ、結構朝早いから、なんかご飯を食べれないんですよね。食べれないというか、なんか緊張もするじゃないですか、人って。そうすると、なんか食べてる場合じゃないなと思って、食べらんなくて、いつもなんか始まる前って。で、これよくあるあるなんですけど、まあ例えば今日楽屋が SIR がいましたって言ったら、SIR とか、まあそういう身内みたいなアイドルがいるときって、なんか結構、すごいね、まあ喋るしさ、楽屋でも喋るし、なんかやっぱ絡んでくる、嘘です。絡んでいただけるんですよ。なので、なんかそれもあって、なんか食べてる場合じゃないぞ、みたいな、なるんですね。で、私食べない方がなんかいいから、基本的には。なんか、ちゃんとシーンなんないなったときには食べない方が実はいいんですよ。多分ね、2パターンあると思う。人って食べないとダメだなってこと。食べない方がいけちゃうみたいな子がね。で、じゃあ食べない方がいけるなと思うタイプなんです。カジマのバカ力みたいな感じで。で、その後、原宿の竹下通りにいるから、いろいろと美味しいものがあるから、クレープもさ、そうだし、なんかチーズとかさ、唐揚げとかいっぱいあったんですけど、それも食べずに行ったら、めっちゃお腹空いて、さっきは、なんか、またお刺身を食べました。 絡まれる？キャンディーですか？ってことで。あ、絡まれる。キャンディーほどじゃないです、全然。ヤッホーみたいな、ララララって感じで。SIR ずっと楽屋にぎやかなんで。キャンディーさんとはまた別の圧がありますか？あ、圧はね、ないですよ。圧は、SIR は、すごい、個性的だから、みんな人それぞれ個性的だから、にこやかに話してくれる人、確かに絡んでくれる人、なんかいじってくれる人、いろいろです。 楽しいです。だから毎回、私はなんか一人の楽屋の時とか多いので、なんか寂しいなーっていつも思うので、今日みたいな時は一緒の楽屋だとすごい大変ありがたいです。好きな食べ物教えて。ゆかでんてつさん、好きな食べ物は、お寿司と、いちごと、ヨーグルトパフェと、湯葉と、マカロンとかですかね。
すっごい偏ってるじゃなくて、なんていうんだろう、あと牛タンも好きです。あ、レモンつけた牛タンとかですね。美味しいものがすごい好きなんですけどね。ってことで、キャンディーほどではないミキピョンさんに報告することでどんどん増えていきますね。報告することが、もちろん SIR はキャンディーほどの絡みじゃないです。全然全然、あの本当に爽やかな感じですというか、言ったらぶっ飛ばされるかな。今日 にぎやかそうなメンバーでしたから、でしたかね。ってことで、そうですね、なんかいつもでもにぎやかです。基本的に本当にめっちゃにぎやかだけど、確かにロッキーメンバーは特にそんな気がしますね。なんか私今日はリハーサルから見学をさせてもらったんですよ。で、なんかこの中今 SIS の方いるのか、いると思うし、あと SIR 知らない方もね、あれなんですけど、なんかすごい多分グループでやるときって、そのリハーサルってまあめっちゃさ、練習も大事だけど、本番のリハーサルってすごく大事じゃないですか。みんなでこうワッてやらないといけないから。でその時になんか、なんだろう、別に注意とかじゃなくて、もっとこここうしたこうした方がいいよみたいなことを誰かが誰かに言うとするじゃないですか。でなんかそれってなんか時間が、リハーサルの限られた時間の中で言う時に、まあ、めっちゃ時間がないから、とにかくなんかここでみたいな、めっちゃなんかね、なんか暗号みたいな感じでチューって言うんですよ。そうするとなんかシャーって感じで、なんかこう短い、なんか聞こえないほどの やりとりをなんかしてて、でもそれでなんか意思疎通ができてるんだわみたいな、すごいと思ってて、でもさ、なんかなんだろう、すごい変な話なんですけど、もし自分だったらなんかこここうした方がいいよとか、ここ間違ってたっていうか、こここうだよみたいな言う時ってさ、なんか最後終わってから、なんかもう一回点検チェックみたいな、チェックみたいな感じでまとめるみたいな、自分の頭の中でも一応整理をしておいて、なんか一曲ずつもう一回やっぱ振り返る時間があるので、本番までの間にここさ、こうだからこうでこうだこうだみたいな感じでこう伝える、なんかそんな感じだと思ったんですけど、でもなんかその場でなんか合わせてるのも、まあもちろん偉いし、なんかなんだろう、その場でなんかここもうちょっとこうしないとダメだよって言うってことはさ、自分の意識も引き締まるじゃないですか。だってなんか言ってるお前はなんかもうちゃんとしろよみたいな結果にはまあならないと思うんですけど、なったらめちゃくちゃ怖いから、やっぱさ、でもその場で言うことによって、もうなんか瞬時にね、なんか自分の身も引き締めてるみたいな感じを感じてでなんかそれを見て、私はわーと思って、いやーと思って見てたんですけどね、なんか人に言うのって結構勇気がいるというか、でも言わないと良くならないから絶対言うんですけど、でもなんかすごいこう言い回しとか、なんだろう、言うタイミングとか結構私はうだうだ考えちゃうっていうか、なんかまあそんな別に考えてる場合じゃないんですけどなんかなんだろう、私は結構おちゃらけた人間なので、おちゃらけたテンションで常にいたいから、おちゃらけた人間が急にマジなトーンで言ったらビビらせちゃうかなみたいなとか思う時があってね、なんかでもなんかこうしたいからこうだって伝えたいしみたいな、でなんかそんな、いろいろ余計なこと考えちゃうんですけど、でもなんかやっぱ SIR はもうキャンディーもそうですけど、チームワークがすごくいいので、なんかやっぱリハーサルも見てて清々しいものがあるなと思って、勝手に感動してました。うわーってアペメネコさん、50ユースフルコース業務完了です、ありがとうございます。今日に、元読んじゃったまあ賑やかなメンバーと一緒にお届けしました。やばい、もう9時になるじゃん、めっちゃあっという間だな。何はともあれ、あれですよね、今日のね夜グループの良きところですね。あ、グループの、そうなんですよ、そう良きところでね、やっぱリーダーとかがいるからさ、リーダーが気を引き締めてスッとやるみたいな感じでやってましたね。今はコメント見れてるんだよね。あ、見れてますよ、見れてるけどなんか違うかな。まあそんな感じで
一人で感動をしてたんですけど、まあ、私の場合は別に自分一人でリハーサルやって、スタッフさんはそのもちろんいるんですけど、なんかこう自己判断しないといけないことが多いので、なんか逆に暇なメンバーってその時時間が空いてるメンバーがいたら、ぜひ見てもらいたいなとか、アドバイス欲しいなとかはなんか思ったりはすごいしますね。なんかいい、ここがいいのか、ここをこうした方がいいのかって、なんか客観的に見れない時ってなんかやっぱあるので、そうなんですよ、ちょっとこっちに置いとこう。そういう時にそういうのは感じたりはしますね。でも分かんない時は、分かんないっていうか、なんだろう、こういう返しだったんだよな、こういう音の聞こえ方だったんだよねみたいな、で私は今日こういうってコンディションだからこうなんだけどさ、どう思うとかはタネちゃんとかには聞いたりしますね。なんかそうすると身のあること、なんか素敵な返しをアドバイスをしてくれるのでありがたいなっていうふうに思います。さてそんな私は今というかもう9時になってしまったので、今夜は何を食べようかなって思った時に、ずっと先週から食べたかったものがあって、ただ食べる勇気がなくて食べれなかったものを、ちょっとスーパーで何買おうかと迷った挙句に買っちゃったんだよな。ベリ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 ということで、落とさないように気をつけましょう。ゆしちゃん、今日はクリスマスにもう一個食べたくて食べられなかったものといえば、じゃじゃん、こちらです。あ、見えない全然と、クワトロフロマッジでーすのピザでーす。イエーイイエイイエイイエイって感じ。今これは食べたかったんですよ。でも一人で食べてもあれだし、チキン食べてる時にピザも食べたら結構やばいかなと思って食べれなかったんですよ。食べなかった、私の自己判断、これナイス判断したんですけど、これがずっと食べたかったんですよ。中でも私マルゲリータがね、やっぱ定番じゃないですか、ピザって。だからピザマルゲリータがすごく好きなんですけど、このクワトロフロマッジ、フロマッチョという人もいる。フロマッチ、まあどっちでもいいでしょう。フランス語ですね。はい、こちらが、いやイタリア語か、うん、いやでもフランス語か。まあ4種のピザ、あ、4種のチーズということで、これは美味しいですよきっと。でもちょっとワンカットが大きいな。なんかちっちゃめにカットして置くのが好きなんです。毎日少しずつクリスマス気分ですね。本当に今更感半端ないけど、でもいいんですよ、今日もクリスマスなの、あの土曜日だから、土曜日だからクリスマス、ベリーベリークリスマス、イエーイ。よいしょ、やばい冷めちゃってるぞ、当たり前か。後で温め、でも温めても意味ないかな。やばい、固まってるよ。しょうがないな。伸びないチーズで。いただきまーす。うん、美味しい。結局美味しいな。このパンタイプのね。うん。やばい。よく噛むんだと。真面目によく噛んでから、よく噛む生活に戻してから、めっちゃ体調良くなったんですよ。さらになんか
今ケーキ食べてます、みやぼさん。自分はクリスマス。おお、仲間。一口くれ。ダメです、一口もあげないです。なぜなら私が食いしん坊だからね、とか言って。本当によく噛む。あ、噛んだ噛んだ、よく噛んで食べるといいですね。なんか食べるの遅くなったんですよ、当たり前だけど。よく噛むようになってから倍ぐらい時間かかる。いや、下手したら3倍ぐらいかかる。本当に、あの、先週先々週はその編集があまりにもちょっとバタついてたので、お昼を食べる時間が本当5分ぐらいしかなくて、でその時に、まあ、ラーメンとか食べるぞって時、あのね、イメージしてほしいのが、やっぱりあの千と千尋の神隠しのお父さんとお母さんがあのご飯勝手に食べて豚だっけかねになっちゃう、あれ、あのシーン並みになんか飲み込んでた全てを、わーみたいな、ガツガツガツみたいな。もう今なんて私はもうね、小ネズミちゃんのようにこうやってちっちゃくちっちゃく食べて、あの早食いをやめて、私の消化器官にも優しく生きてます。そしたら当たり前なんですけど、あの胃も痛くなくなったし、あとあのなんて言うんですかね、あのやっぱ満腹中枢がひげし全然ない刺激されるじゃないですか。なのでなんかお腹が前本当にいつもお腹空かしてるくせに、あの前のそのやばいお腹空き具合よりも倍ぐらいお腹空くような感じになってて、狂ってたんですよ私の体内時計っていうか、なんだろう、何かが。腹八分目という言葉をね全て取っ払って生きてたんですけど、なんかよく噛むようになって戻してからはお腹空かなくなったもん。そこまですごい。だからみんなもね、なんか 一口何回だっけ、普通なんかよく言うじゃないですか、一口20回は絶対噛む、それです。本当忙しかったんですねってことで、いやもうなんかわかんないけど、なんかそんな感じだったんですけど、ただ明日やっと楽園エドルパスボリューム16が発売発行になりまして、もう本当になんか皆さんのね応援のおかげでって感じで嬉しいです。なんかもう一時はなんか年内無理かなって正直思ってて、なんていうか、なんか私一人が例えば何かその、例えばずっとそれだけやってたとしても終わるものじゃないっていうか、なんだろう、いろんなね各方面なんかいろんなね皆さんとかも助けがあってできることですから、なんかそれでそこに対してそんなになんかこうもう焦ってね、何かなんか中途半端にやっちゃってもって思ったんですけど、ただなんかあのやっぱり なんだろう年内に発売することもまあずっとねちゃんと決めてはいたことだし、まあ、いろんなちょっとねあの変更とかが重なったにしても、なんかやっぱそのね、まあ、詳しくは言えないんですけど、このタイミングに出さないといけない情報とか、なんていうんだろう、載せないととか発行しないと意味がないものももちろんあったし、あとそうですね、もうなんかカスミンとかもすごいたくさんこうなんかギリギリまで力になってくれたから、なんかそういうのがこういい意味でこう重なって、しっかりと12月の明日27日日曜日に年内2020年に発売することができて、ああよかったなって思ってます。よく噛むことは大切なんですね。そう、大切らしい。なんか身をもって体感しました。みんな絶対噛んだ方がいいですよ。私の配信を見て一人でも噛む人が増えたらいい。本当にそう思う。全然いい、全然違う気がする。
え、なんかドカ食いしてたもん、なんか噛まないで食べてた時。だってさ、丸飲みしてるからさ、食べてる感じがしないから、どんどんお腹空くんですよ。で、なんか胃もよしみたいな、噛まないでもいい、なんか慣れてきたからどんどんくれみたいな感じになるんですよ。で、なんかめっちゃお腹空くなみたいな、超すごかった。あ、津軽さん、俺の嫁ありがとうございます、よろしくお願いします。もう明日買わないとってことで、はちみつ兄さんぜひお願いします。あ、遠方で買えない方とかは、あの通販でラッキーのベースか、あの公式オンラインショップからもゲットできるので、まあ、今予約期間中だけど、明日からはね、もう発売だってなって、はい、順次発送もできるかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとタワレコさんとか HMV さんは、あの日程確定したらちょっと教えるよってスタッフさんに言われたので、あのラックの発売日よりも、まあ、数日、まあ、最大1週間ぐらいは実は後倒しなんですよ。タワレコさんの発売とか HMV さんの発売っていうのが、なのでそれがなんかちょっと年末だったので、ギリギリまでちょっとあの確定が今ちょっとできなかったらしくて、だからまだ告知を公式でしてないらしいんですけど、ちょっと分かり次第すぐにお知らせするということでした。はい、クーネル遊ぶさん、あー、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。みんなさん、自分も最近はゆっくり食べるようにしています。お、仲間仲間ね、全然違いますよね、なんとなくですけどね。ー、いやー、なのでそんな感じでね、私もそうして健康的に生きていこうと思います。あとね、もう、あー、まあ、いっか、そうそう、あ、今日もうあと5分ぐらいしかないもんね。あの次の配信はいつも通り23時55分からね、まあ30分ちょっとの時間になってくるんですけど、ちょっと配信させていただきます。でもみんな寝不足じゃないかね、なんかそこがちょっと心配。でもね、ちょっと年末年始ね、なんか私年末年始はどう過ごそうかなってこうぼんやりいろいろ考えてたんですけど、ぶっちゃけると年末年始何にもすることなくないですか？だってこの時期ってもうどうしたらいいんですかね。なんかそれについても実は教えてほしい、本当。なんか本当にどうやって過ごすんだろう、何の楽しみもないよ、年末年始に。超絶切ないです、ほんと。なんか孤独。なんか生きてきた中で一番孤独。まず、イベントもないんですよ。しかも。めっちゃ孤独なんですよ。どうしよう。切ない。年末年始あんまり予定ない。うんね。ほんとにね。あ、エリちゃん、ただいま。ありがとうございます。クーネル遊ぶさん、50、カウントありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そうなんだよね、だからちょっとなんか年末の過ごし方もちょっとね決めたいなって。どうしよう、だってさ、別に一人だってさ、一人で行動できないですもん、普通に。なんか一人で行動すると自分なんか、なんだろう、自分の中で別にいいんですけど、なんかね、まあ、どうせ今一人だもんなみたいな、なんか友達別になんか一緒にいる子がいたらさ、なんかもっとこうしようこうしようみたいな感じでさ、ワクワクが止まらない、連鎖していくのに、なんか、まあ、一人だからいっかみたいな、買わなくていっか、食べなくていっかみたいな感じにさなる。だから出かけたとしてもで、一人でなんか、そうなのよ、一人で出かけて、なんか例えば、うわー、これ前から行きたかったお店、偶然見つけた、食べたいって思っても、あ、もう私今一人やもんなみたいな、一人でこの美味しいところに入ってもな、うーんってなって、なんかわーってなっちゃうの。だから、まあ、誰かと共になんかね、同じ時間を、休みの日をとかこう楽しむのはね、めっちゃいいことだと思った。でも逆に、いや、一人の方が好きな人とかいっぱいいるじゃないですか。だから自分もそんな、あ、風に、カスミンとどこかへ、あ、カスミンとね、ちょっとじゃあなんかね、あまりじゃあ密集密じゃないところとかにね、
行けたらちょっと、まあ、ちょっとでも行けたらまあいいのかなってちょっと思ってます。うん、がっつりは無理だと思うけどこんな感じの12月ですね皆さんね。なので本当はねたこ揚げとかしたいよね。たこ揚げとか福洗いとか一人でやってもな。うん、みんなまあショールームはねできるんだからその時間を大切にするしかないのかもしれないです。ただいやお出かけは難しいねやっぱり。なんかねいい場所か、いい場所があれば、あとなんか初売りとかさ、初売りどころじゃないからさ、まあ、初売り行けたら、いや、でも行かないかな、初売りは。どっちにしろ別にいつの年も初売りそんなに行ったことないんですよ。めっちゃけると。配信はできますね。あ、そうですね。だから配信を私が、するときには、皆さんには、本当に来てもらわないと、本当に配信も一人になっちゃうからさ、それは嫌ですね。おたかつするとき一人だとささっと行動できて楽だよ。ああ、なるほどね。そっか。確かに自由なタイミングで、こう、物販とか行けたりとかするからね。もっちたこ揚げは悲しい。ね、たこ揚げさ。うわぁ。たこ。初詣は？初詣、どう思います？いや、行っていいんだったら行きたいんですけど。どうだろう。でも、なんか1月後半ぐらいに行こうかなって言ったら、あんまなんか、あ人いないなみたいな時に行こうかなとか、ちょっと思いました。が、わかんないですね。いやー、ということで、やばい、もう15分になっちゃうので、皆さん、ちょっと今日最初、本当に、コメント一時は全く読めないかと思いましたが、なんとかなって、本当にありがとうございました。今日の最後の配信、23時55分の配信も、ぜひまた遊びに来てください。うんとか言って、他のルームの配信するのを見て回ってチェックするのはどうだろう。あ、そういう時間にもねちゃんとね当てたいですね。ありがとうございます。ということでこの後もまたお会いしましょう。ありがとうございました。ではではまた。